接種対象は高知市内に住む12歳から15歳までの小中学生およそ9500人で、昨日までに2400人が申し込んでいます。接種できる医療機関の最新の情報は高知市地域保健課のホームページで案内していて、現在小学生は38、中学生は58箇所で接種が受けられます。終わった。今日高知市の内田脳神経外科には保護者付き添いのもと18人の小中学生が接種に訪れました。最初ちょっとチクって痛みがあったんですけど、打った後は全然大丈夫だったです。コロナになった時ちょっと怖いんで受けようかなって思いました。やっぱりいろんな場面でいろんな人と接することが子どもたちの方がやっぱり多いと思うので、ワクチンしてて、まあ、自分もうつさないようにでうつらないように、まあ、予防対策してっていうところで。高知市によりますと今のところ接種した小中学生に重篤な副反応などは報告されていません。なお高知市の16歳から19歳までには昨日接種券を発送、最短で8月13日から接種予約ができます。